管理者の時事通信です。これから実定例会見を始めます。終了時刻は11時を予定してますのでご協力をお願いします。まず知事から発表がありますのでお願いします。はい、私から今日発表本部に1点ございます。小江島プロジェクトの新しい取り組みの取り組みについてでございます。これまで、小江島で結婚希望する若者を応援してきたところでありますけれども、来年は新元号に変わるということもありますので、皆さんにとって人生の節目の年となり、新しい年は小江島でと題しまして、県内各地で、毎月初めての方におすすめのイベントを開催をいたします。年明けからの企画といたしまして、これまで一歩踏み出せなかった方に婚活をスタートしていただけるように、若者に人気のあるタレントの方をおせっかいゲストとしてお迎えしまして、出会いのアドレスをしていただくということにしております。まず1月ですが、東広島市出身のザギース小関貴文さん、2月は小江島パラパラ漫画の制作者でもあります、高島直樹さん、3月はテレビ番組でも恋愛トークが好評のお二人であります犬山神子さんと西根隆二さんをお迎えしまして、イベントが初めての方も自然に溶け込めるように後押しをしていただくということにしております。いずれも開催しようの人数を県が支援する形で調整を進めまして、とりあえず3月のイベントは趣旨に賛同された企業関係者の方の働きかけになりまして、県と福山市、それから連合広島福山地域協議会の合同開催が実現をしたものであります。でこのように企業団体の皆様からこういうのはとの連携のお話をいただくことが増えておりまして、今年度力を入れてまいりました企業等とのパートナーシップが少しずつ浸透しつつあるという状況も感じているところであります。今後とも県内各地で恋の輪が広がって、若者の結婚に対する期待がさらに高まり、実際に多くの成功につながるように私たちも取り組んでまいりたいと思います。私からは以上です。この件について質問がある者の方は挙手をして社名を名乗ってからお願いします。じゃあすみません、1点、毎月ってことなんですけども、はい、まだどういう自治体で開くか、4月以降というのは決まってないのかというところを伺いたいです。はい、そうですね、これすみません、我々ご承知のように年度ベースでご提供ですから限らず参加までということであります。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて幹事社質問に入ります。2問ありまして、1問目から伺います。先日県立広島大学が防災対策の強化に向けて14項目の政策提言を県に行いました。県に対して実現を求めている提言の中で、知事が有効な対策として受け止めているものはどういうものがあるのか、それについて伺いたいと思います。今般、県立広島大学からいただいたご提言はですね、これまでの自助共助公助に民助を加えました。防災マーケティングの 4P を提唱されておられまして、マーケティングの知見の防災減災分野への適用であるとか、マーケティングの主体者であります企業等の防災分野への参画を促進させるシステムデザインというのを念頭に置いて、民間サービス活性化のための政策や防災減災意識を持続するための政策、防災減災と ICT を促進するための政策のこの3つの政策を組み合わせて進めていくことが望ましいという考えを示されています。でこの提言ではですね、災害から県民の皆様の命を守っていくために避難につながる環境をどういうふうに整えていくことが必要かということを主眼にして取り組んで、取りまとめておられまして、14ほどですね、具体的な政策が示されています。でどの政策も示唆に富んだものだというふうに受け止めてまして、こういった防災減災の取り組みに、いわばこの新しい産業づくりともいえる民助を取り入れていくという発想ですね、これまではなかった発想だなというふうに思っています。で、このためですね、まずは関係局内でしっかりとこの協力してもらうように指示をしたところですけれども、
授業の政策提言のうち、避難意識と避難行動に関するタイムリーな調査の実施であるとか、みんなで減災県民総合運動の取り組みを対象とする防災対策や防災政策や取り組みの総点検については、県立広島大学と連携をして取り組んでいきたいと考えております。その他の政策提言については、今県民の避難行動の調査を進めていますので、それに基づく研究チーム入力分析などを踏まえましてですね、より有効な対策を構築していくという過程の中で、検討していきたいと考えています。この件について質問がある者お願いします。質問、幹事社質問お願いします。年末の恒例の質問ということなんですが、今年も残すところ10日余りとなりました。今年1年の県政を振り返っての感想や印象に残っていること、また来年に向けての抱負についてお願いします。はい、やはり今年はですね、7月の豪雨災害、これが非常に大きい出来事でありました。もちろんそこからの復帰復興ということもですね、大きな項目であります。この災害を改めて振り返ると、県内全域の非常に広範囲であったということと、そこで土砂災害や河川の氾濫というのが多数発生しまして、被害で言えば一時被害が死者109名、行方不明5名、被害家屋で言いますと1万5000を超えるということで、戦後最大級の被害になった。でそれだけではなくて、そういったこういろんな道路のインフラ、あるいは鉄道のインフラ、水道のインフラといったものに大きな被害がありましたので、県民活動であるとか、あるいは経済活動に非常に大きな影響を与えたということがありました。で、一方でですね、その災害の発生から非常に多くの方々にさまざまなご支援をいただいたということも非常に印象に残っていることでありまして、そういう中で被災された方の、一日でも早い日常の回復に努めてきたというところで、9月には復旧復興プランを作りまして、今もプランに掲げるその柱に基づいて、この取り組みを進めていくというところであります。こういった中で明るい話題ももちろんありまして、特にスポーツですね、カープのリーグ3連覇であるとか3分点の活躍というのも非常に明るい話題で、多くの県民に勇気と希望を与えてくれたのではないかと思いますし、その他市政であるとか、メキシコのオリンピックチームの合宿であるとか、最近の島並みだとかですね、NHK 杯、それテニス、あるいはハンドクラスですね、世界大会というようなものもありましたし、実は映画もですね、心の地から始まって、ちなみにこの世界の片隅にもずっと続いててですね、で、ドラマもありまして、でそれから恋の雫っていうのもあって、こういうこの映画とかコンテンツで広島がすごく取り上げられた、あるいは注目を受けた年でもあったなというふうに思っています。一方で広島に関わる世界情勢としてやはり核兵器を巡る問題というのも非常にこう波が大きかったと思ってまして、米朝首脳会談があって、北朝鮮が非核化にするということで、これまでの緊張がこうエスカレートする局面からですね、緊張緩和に、こう向かったわけですが、ただなかなかそれが進んでないという現実もあるということもありますし、この米ロの間ではですね、アーネフ条約の破棄ということが大きな、この懸案になっておりまして、世界的なこの核
られて続けて機運が貢献しているのではないかといったようなことがあると思います。こういう中で県としては国際平和拠点として、核兵器のない平和な国際社会として向けてのしっかり取り組んでいきたいと考えているところです。で、来年に向けての抱負ですけれども、この新年はやはりまず、引き続き、この豪雨災害からの復旧復興として、被災者の生活再建に最優先で取り組んでいきたいと思います。一日でも早く日常の生活を取り戻していただけるようにですね、一人一人に寄り添った効果的な支援を行っていきたいと考えています。それから復興にあたっては、この創造的復興による新たな広島県づくりというのも掲げておりまして、単なる復旧ではなくて、被災前よりより良い状態に力強く押し上げていくというために、ピンチをチャンスにしたいというふうに言ってますけれども、経済面で言えばですね、地域経済の新たな発展に向けて、未来に挑戦し続ける企業が持続的なイノベーションを作り出すための基盤強化を進めていかなければいけないと思ってますし、またインフラの強靭化ですね、回復旧等を積極的に使ったり、あるいはこの被害の状況を踏まえたですね、新しい行動を対応するといったようなことで強靭化を進めていきたいと思っています。また平成から新しい、この時代へと変わっていく転換点もあるわけですけれども、時代を切り開いて変化に対してしなやかに対応できる人づくりというのも進めていかなければいけないと思っていますし、AI、IoT といった新しいデジタル技術の対応ですね、こういったことを進めて、すべての県民が生き生きと活躍できるような新しい時代にしていくというふうにもしっかりと進めていきたいというふうに思っています。人づくりではですね、具体的には H 学園の開校もありますし、それを中心とした学びの変革というのをさらに推進していきたいということと、それから県立広島大学についても学部学科3編と、新しい教育モデルを実践する短科佐賀大学の設置というのを移動しますので、これを両議とした改革を推進したいと思っています。子どもたちには学びのセーフティーネット、あるいは朝食授業もやってますけれども、そういったことを含めた全ての子どもが夢を育むことのできる社会づくりというのもしっかりと取り組んでいきたいと思っています。AI、IoT といったデジタリゼーションの話ですね、こちらではサンドボックス、非常にたくさんの企業に集まっていただきましたので、ここからまた新しい技術であるとかノウハウを共有する企業であるとか人材の集積を進めていきたいと思います。産業全体におけるデジタルイノベーションの創出というのも、もうしっかりと取り組んでいく必要があると思っています。いずれにしてもこういった取り組みを通じて、新しい時代における県民の皆さんの、新たなライフスタイルの、新たなというか欲張りなライフスタイルの実現を推進していきたい、考えていると